ドローンレーサーのエリンヌさんです。どうもエリンヌです。じゃあ行ってきます。はい、行ってきます。お、すげえ。操作はだいたい DJI 機と一緒なんですけれども、目を上に上げると上でした。で、左手を左右に傾けると向きが変わります。右手を上下すると前後。なので最初は慣れるためにこっちは左だけで上がって下がるっていうところをやってみたいと思います。了解です。じゃあ飛ばしてみます。はい。怖っ。うわー、これうわー、飛んだ。もうお気づきかもしれないんですけど、はい、DJI 機、あの空撮機ってセンサーがついてるので、手を離しても、はい、手を離してもその場で来てくれるんです。人、話全然入ってこなかった。前回飛ばしていただいた DJI の、あのスパーク、はい、そういうものってあのセンサーがついてるんですね。ですね、うん、なので、あの手を離してもその場でホバリングといってずっと置いててくれるんです、うんうん、優秀なんです。ただレース用のものにそういうものがついてると遅いんですよね。うん、速さを競うものなのでセンサーなど一切ついてない、うんうんうん、つまり今のようにずっと手を動かしてないとその場にホバリングすることはできない。なるほど、フルマニュアルってことなんですね。じゃあそういうことです。ホバリングするのが難しかったですね。なんか気づいたら前行ってたりして、うんうん、すごい難しかったです。なんかただただ上下してたらいいんだろうって思ってたら違うんですよ。全然違いましたね。左手バーだけしか操作しない。いや、うん、右手も触っちゃいましたね。上下してるだけだったらなんか向こうに行っちゃったんで、戻さないと戻さないとか、うんうん、そうですそうです、そういうふうな、そういうすごいですね。単なるホバリングで難しかったです。あーすごい、こんな、おーすごい、ちゃんと、おおすごい、ちゃんと戻って向き変えて、ほとんど手の動き見てたんですけど、はい、すごいですね。なんかこう本当に繊細にこうやるっていうような感じなんですね。そうですね、なんか機体によってとかそのスピードによっても違うんですけど、うん、例えば撮影とか結構こうゆっくり丁寧に撮る場合はすごく繊細に動かしてる、うん、でこういう100キロ以上で動かすようなレースっていうのをガンガンって、やっぱりスピードを速めて機体の動きも敏感にしていかなきゃいけないので動かしたりっていうような指の違いあると思います、うん、なるほど。部屋と屋外でこう尺度が違いますもんね。そうですね、そこもありますね。おーすごっ、すごすごっ、顔が全然動いてない。すごいっすね。うわー、やばい。おおすげえ。おお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 すげえ、マジマジいいっすね。すごい、マジすごい。すごい。この技量ですか。吉野さん、下くぐります。マジで。むずいんじゃない。そんな、いけんの。離陸しましょう。そんなちょっと待って、あの物があった時点でもうそっちに気になっちゃって、もうドローンに集中できないんですよね、全く。そうそう、もう本当に初めてだったので、最初の練習としてはまずやっぱり離陸着陸をうまくできる、できるようになったら一定の高さ、例えばまあタンスとかあるじゃないですか、タンスの2段目3段目の間でずっと見てるとか、浮かんでるじゃなくて見てればいいんですよ、視界に入ってればその場に。
右手の上にですね。あ、いい感じですか。いい感じですか。いい感じです。いい感じです。あ、でもなんか安定してます。よっしゃー。あ、だいぶ来てます。おー、来てます。来てます。おー、すごっ。おー、ちょっと。わざと。やばいやばいやばい。アンコントロール。狙ったように人にぶつかる。なんか恨みでもあるんですか。もう最後の吉岡さんにぶつかったあたりぐらいかもう何も考えられない。難しい。難しい。本当に。むずそう。本当にむずいですね。なんかやっぱ DJI のドローンがいかにこう市販用にできてるかっていうのがよくわかります、うん。そうなんですよね。でもこの難しさがやっぱりみんなハマるんですよ。これをハマるんですか。まあ上手くなればいろんなとこくぐったりとか、うん、まあ自分が虫になった目線で楽しめるわけじゃないですか。あ、はいはい、すごい面白くてやっぱり、うん、例えばなんか窓から部屋の中に入ってって、うん、中の椅子をくぐってまた出て行ってとかっていうことって、うん、実際人間のカメラじゃできない撮影方法なので、そういう風にこっちを極めた後にカメラの方をやってみて撮影もやって、その後にちょっとバージョンアップしてこっちの外もやってみようかなっていうような、いろんなやっぱりドローンの楽しみ方ってそれぞれ横並びにあるので、すごい広げやすくて面白い趣味かなと思います、うん、いやすごいですね。なんか自転車乗ってる練習みたいな感じですね。あそうでもないらしいで次回は自分でこの今日飛ばした小さいドローンを組み立ててみて、まあ、どういう風な仕組みでできているのかっていうのももうちょっと深掘りしていきたいと思います。